こんばんは。こんばんは。またなんだかんだお久しぶりな気がしなくも。あ、またすごい。いいじゃん。よいしょ。みんなオリンピック見てますか？こんばんは、ワッフル。ワッフル食べたい。何食べてるの？今日はサラダうどんを食べてます。なんかずっとお腹空かなくて、お腹空かなくて、今やっとお腹空いたのでサラダうどんを作りました。すごい時間の夜ご飯になっちゃったけど、最近なんか時間気にしてなくてダメですね。太っちゃうね、こんな時間食べてたら。よいしょ。さっぱりしてるね。そう、夏はね食べたくなるよね、うどんとか。そう、おそめんおそめんだって、そうめんとか。かしちゃんオリンピックに興味ないかと思ってた。なんかでも親がスポーツとかスポーツ観戦とか好きで、よくテレビでついてて、その影響でなんか一緒に見てて、なんか久しぶりというか、あんまテレビ見ないんですけど、すごいみんなインスタで盛り上がってるから私も見ようと思ってテレビで見てたら、なんかもう超感動しちゃって、その人のさ生い立ちとかさ、どれだけの苦労とかさ全然知らないけど、なんか超感動しちゃうね。鳥肌立った、本当に泣きそうになっちゃう。バレーボールやってたんじゃなかったっけ？そう、バレーボールやってました。だから昨日のバレーボール男子も見てた。で、家のテレビつけっぱなし。柔道感動だね。すごいよね、兄弟で金メダルってどんなご家庭ですか？きっとご両親も生で見たかったよね、無観客って。こんばんは。こんばんは。何食べてるの？サラダうどんも食べてます。やっとお腹が空いたので大好き。オクラ納豆食べたことない。
阿部一二三選手イケメンよね。ね、めちゃめちゃイケメンだと思った本当に。その最後の最後っていうかさ、あの勝負試合が終わった後のインタビュー、かっこよって私も思って見てた。綺麗な汗、めっちゃ汗が綺麗なのよ。皆さん最近はお元気ですか？爪はずっとお腹が痛くてね、辛かった。けどお薬を飲んで回復した。こんばんは。こんばんは。今日は絶対早く寝るって決めた。睡眠不足ですだって。本当ですか？昨日はパワースポット巡りしてきた。いいな。パワー感じましたか？やっぱり。あ、私に最近さ、やりたいことを思いついたの。なんかずっと TikTok あんま見ないんですけど、インスタのリールよく見るんだけど、リールでね、私に動物とか生き物大好きだからよく流れてくるんだけどさ、クジラのさ、海外のクジラのリールがめっちゃ見るから流れてきてて、私にクジラに会いたいんだよね今。それがかすみの目標かもしれない。クジラを生で見ることが今の目標。来たらクジラに会えるよ。本当に？なんで？今日調べてたの、クジラに会えるところ。クジラってめちゃめちゃ神秘的だよね。ほっとゾワッとする、あの動画を見てると。おーってやつ。
こんばんは。ジェニファー・ロペスかっこいいね。かすみのさ、インスタのストーリー見てくれてる人わかるんですけど、今日ジェニファー・ロペスの、ジェニファー・ロペスって言ってダメか、ジェニファー・ロペスさんの誕生日らしくて、それをインスタで見て、52歳であのボディですよ、バディやばくない？うん、クジラとイルカの違いって大きさだけって言ってた。そう、今日それ知ったのよ、初めて。だからさ、なんだっけ、クジラに会えるところを調べてたらさ、イルカとかシャチがいっぱい出てきたんだけど、じゃなくて、かすみはクジラに会いたいのよ。あの神秘的体験をしたい、うわーって思いたい。人生一度きりだからね、見たいと思うものは死ぬまでに見たいです。なんかすごいお腹すいた。えげつないボディですよね。ね、本当に52歳であのビキニをあんなかっこよく着こなせるなんて本当にすごい。52歳ってだいたいうちらの親と一緒ってことだからね。あんな女性になりたいですね、かすみも。ごまどれって本当に美味しい。一番好きなドレッシングはごまどれです。カロリー高いとか言われてるけど、ちょっとどうでもいい。美味しければカロリーゼロ。うん、私もごまどれしか食べないから、家に大きい業務用みたいなごまどれがあります。うん、お腹すいた。お腹空いてきちゃった。ごまどれ買わないと。ごまどれ買うの忘れないように、ちょっと誰かメモしておいてください、ごまどれって。シャチなら鴨川シーワールド。シャチじゃダメなんですよ、クジラが見たいんですよ。私はイルカでもシャチでもなく、クジラを見たいの。
今柔道の表彰式の再放送やってますね。阿部兄弟さんのすごいよね、うたちゃんとひふみさん、感動。クジラってカスちゃんの家にいなかったっけ、どういうこと、クジラいたっけ。テレ朝見てる、わかんない、これ何朝、わかんない、わかんないけどオリンピックのテレビがついてます。こんばんは。うん、うん、うん、ジューズの選手と同世代、そう、ひふみさんと多分昔同い年かな。スケボーもねすごいよね、スケボーがさ種目になったっていうのって激アツですよね。安井彦ちゃん、まとめてありがとう。アサルさんこんばんは、こんばんは。日本武道館のてっぺんの玉ねぎに入れるんだよ。ふん、玉ねぎ、そもそも玉ねぎ食うっていうの知らなかった。ほんと無知だよね、自分で言うことじゃないけど本当に常識。クジラってさ普通に見れるのかな、日本の海にいる。ごちそうさまでした、美味しかったけどお腹いっぱいになんなかった。なんかかずみ海沿いに住んでたからさ、海を見る機会がめちゃめちゃあったんだけど、いつも海の奥の方を見てて、奥の方見てればなんか見えるんじゃないかなと思ってて、イルカとかクジラとかなんか見えてる気がして、でも福島県の海じゃイルカもクジラも見えるはずないよね。いや何が見えていたんだろう一体。なんか食べたいな。晩ご飯タイムでももう終わっちゃった、お腹いっぱいになりまへんでした。カステラ食べようかな。今はダイエットのダの字もないです。フィジカルフィーツ、育ちだと一日海を見ない日があると落ち着かない時とかあったんじゃない。全然ないですねそこまでなんか四万中みたいな志は霞じゃなかったですね。でもなんか海が見えるのが当たり前っていう感覚はあったけど、そこまで志は高くなかった。バレーボール見た、バレーボール
見ました、男子のどこだっけ、ベネズエラ戦。うん、お腹が空いた。チョコレートを一粒。頑張ってください。頑張ります。日本の海にいるって、昔から日本人は遠洋でクジラ取ってないよ。どういうこと？日本にはいないってこと？なんか寝ても寝ても眠いんだけど、時差ボケみたいな感覚。どこでかすみは時差が起きているんでしょうか。ずっと日本にいるのに。なんか子供の頃さ、すごい好きだったのに、大人になったら大して好きじゃなくなったっていう現象が起きました。ちっちゃい頃さ、エアロ大好きだったのよ。チョコね、チョコの話なんだけど、チョコの中でもエアロが好きって感じだったのにさ、全然今エアロ食べてもなんか特にって感じになっちゃった。大人になったら逆に好きになるものとかあるけどね。大人になって大して好きじゃなくなったパターン、時期で違うけど5カ所で見れるみたい。小笠原諸島にクジラいるらしい。そうなの？小笠原諸島？小笠原諸島ってどこですか？どこにあんの？東京？わかんない、バカがバレちゃう。明日朝早いの？全然早くないです。起きたらひじに連絡するっていう任務があるだけ。あ、鹿児島さんありがとうございます。ハート。えむちさん、祭りだ、ありがとうございます。ビターチョコ、うーん、苦いのは苦手。神戸ショコラ、うーん、神戸ショコラはもうそんなにかもしれない。なんだろう、好きなチョコレート、あれ好き、明治のあの一枚一枚に包まれてるチョコレート、ちっちゃい長方形のいちごのやつが入ってる、明治のいちごのやつが好きです。あのピンクの包み紙の、あれめちゃめちゃ好き。アルフォートはね、普通のは好きじゃないけど、なんかココアのビスケットにホワイトチョコのアルフォートは好きです。というかね、そもそもね、チョコはねあんまりね好きじゃないんですよね。家にあれがあった、なんだっけこれ、トムヤムくんがあったけど、今は気分じゃないから、バイバーイ。そうそもそもね、チョコがそんなに好きじゃないですよ。アポロたまに食べたく、それはわかるかもしれない、アポロ好き。
なんか何食べてもこれじゃないんだよな。何食べたいか分かんない。小笠原諸島は東京都の特別区。東京都なの？行きたい。まだお腹空いてるの？お腹空いてる。自分にお腹空いてる時期かもしれない。メロン食べたい。メロン食べました。一人で一玉。自分でびっくりしちゃった。めちゃめちゃ美味しくて。なんかチョコの話に戻るんですけど、めちゃめちゃめんどくさいガセミにこだわりがあって、固形のチョコはまあチョコの中でもまあまあ好きなんだけど、ガセミ加工されているチョコがめちゃめちゃ苦手で好きじゃなくて、だからチョコレートケーキとかチョコソース、チョコソースめちゃめちゃ苦手。ソースとかコーティングされてるチョコとか、あとあのドーナツにコーティングされてるチョコとかもすごい苦手で、かけないでほしいっていつも思ってる。何かにコーティングしてる系のチョコが一番苦手かもしれない。チョコはチョコでもホワイトチョコが一番好きかな。だからガスミバレンタインの時は自分がチョコがそんなに得意じゃないから、チョコを作って渡すってことは一回もないの。本当にちっちゃい頃親に手伝ってもらってたぐらいの時は、小1とかのバレンタインは固形のチョコ多分作ったかもわからないけど、ガスミ焼き菓子が大好きだから、それ以降はずっとマドレーヌとか焼き菓子をバレンタインに作ってました。よもやよもださちゃん全然言えなかった。よもやよもやださん、祭りだ。ありがとうございます。まあ、とか言いつつね、チョコが食べたくない時ももちろんあるんですけどね、わがままですね。銀チョコのパンもダメですか？懐かしい、なんか聞いたことあるけど、パンのチョコもね苦手なんですよ。ポテトチップチョコもダメ。ポテトチップチョコはね、ホワイトチョコなら好きだけど、茶色いチョコはそんなに好きじゃない。味の苦いチョコも苦手かな。うん、そうかも。お、M地さん、祭りだ。ありがとうございます。チョココルネもダメ。自分じゃ選ばないね。やっぱそもそもチョコ好きじゃないのかな、かすみ。なんかめっちゃくちゃ疲れた時、糖分欲してる時にチョコ食べたくなる、あの明治のね、いちごのチョコを食べたくなる衝動はある時はあるけど、基本的にはチョコ食べたいとかはならないかな。うん、てか聞いてください、免許の勉強ねちゃんとしてるの。
なんかみんなそんな勉強してないとかさ、一夜漬けって言うけどさ、かすみなんかめっちゃ勉強してんだよね、仮面なのに本面じゃなくて仮面なのにめっちゃ勉強するっていう、なんか楽しくなっちゃって、楽しくなっちゃってっていうのと、一発で受かりたくて、落ちるのが嫌だから心配。偉いだって嬉しい。はあ、ねえおちゃん、おちゃんかわいいね。お餅なの、おちゃんが。おちゃんお餅なの？かわいい。おちゃんがもちもちしてかわいいの。うんまま。おちゃん、おちゃん、おちゃんお餅になっちゃったの？おちゃん食べていいですか？おちゃんパクってしていい？おちゃんかわいいから。おちゃん、おちゃんかわいいからパクってしておくの。おちゃん、おちゃん、おちゃん、おちゃん。おちゃん食べていい？おちゃんパクってしていい？かわいいね。かわいい。マスミンこんばんは。こんばんは、監督さん、お久しぶりです。マスちゃんなら受かる、頑張ります、気を抜かずみんなと久しぶりに話せて嬉しい。どのくらい覚えてますか？でもこっからここまで勉強しなさいって言われたところは一通り全部自分でやったから割といけんじゃないっていう感じ。まあ全然本面のとこは勉強してないよ、仮面のとこだけだけど、結構今調子乗ってる、余裕な感じ。明日もオンラインで授業があるので、あと2回ぐらいあるのかな、試験までまだちょっとあるから全然大丈夫だと思います。あ、そう、それでなんかさ、参考書読んでたらさ、本読むの楽しくなっちゃって、本読みたいの。なんかおすすめの本ないですか？かすみがハマりそうな。なんか最近携帯がさ本当に疲れちゃって、携帯嫌になってきちゃった。携帯疲れるから本読みたい。本読んでなんかさ深い気持ちになりたい。基本引っ掛け問題が多いからよく読まないとね。本当になんかさ感じ悪い引っ掛け問題多いよね、なんやねんっていう。実技はやってるの？車乗ってるの？まだです、まだ実技はやってない。一回ねパピーに教えてもらったぐらいで全然やってないの。チャーハンセットさんこんばんは。こんばんは。寝てなす。実技がいっちゃん心配だよね。できるかな、怖い。あんなハンドルが回るって分かんなかったから、ハンドルどのぐらい回すか本当に分かんない、怖すぎ。本読みたい。でも本買ってもさ、なんか置く場所がなっていう感じなんだよね。どこに置こうかしらって。こんばんは、ティンさんこんばんは。慣れるから大丈夫ね、何でもそうだよね、慣れれば平気よな。ライトさんこんばんは、お久しぶり。運転免許かな、そう今仮免のなんだっけ勉強中で、あ明日からまた仕事だ。そうじゃん、4連休だったもんね。なんだかんだなんだかんだかすみとひじもねしっかり4連休をしました。仕事しようかと思ってたけど、なんかしっかりと4連休しちゃった。昨日はひじと遊びました。
まあ遊んだっていうか別に何もしてないんですけどいつも一緒にいるからあれなんだけど、何系の本がいいの？難しいな。そうだよね、ミステリーは好きじゃない。ミステリーとか、なんだろう、謎を解くみたいなやつとかは全然好きじゃない。ホラーも全然好きじゃない。本ってあんま読んだことないからな。でも本って読みなさいってみんな言うよね。やっぱ読むべきなのか。漫画はあんまり読まない。恋愛系、恋愛系もう読まないじゃあなんでってなるよね。何が、何系があるんだろう。何があるかが分かんない。漫画とかでも、漫画も読まないんですよね。やっぱ本向いてない。なんか物語、あ、そうそう、小説みたいな読みたい。短編小説、ほんと小学生の時とか、恋空のさ、上下のさ小説とか買ってましたもん。読んでないけどね、買って満足しちゃってたけど、飾ってた恋空の上下。懐かしくない？恋空、走れメロス。走れメロスはね、小学校の国語の教科書の思い出。面白いの結構ありよ、ドラマとか映画とか。そうだよね、実写版になったやつのね原作とかあるわけだもんね。本屋さんで探してみるか。ライトノベル、ライトノベル初めて聞いた。またあくびしちゃった。あかん。かすみんこんばんは、お久しぶりです。読書ね、アルジャーノンに花束を。え、なんか聞いたことあるんだけど、それでもガズミさ、洋画めちゃめちゃ好きだからさ、原作とか読んだらハマるかもしれないよね。わ、びっくりした。参考になるか分かりませんが、右はすぐそばなので感覚的には合わせやすい。アメちゃん、アメちゃんかわいいね。かわいい。雨がお腹の上に来た。シドニー・シェルダンにハマって、ゲームの達人とか読んだな。海外ドラマ見ます？めちゃめちゃ見ます、海外ドラマ。てか今さ、セックス&ザ・シティのさ続編撮影中だよね、ニューヨークで。早く見たい、もう大好きだった、ああいう系の映画大好き。かわいいね。今日さ、そう、全然話変わるんだけど、お昼寝してたら、うちの猫ポポちゃんがかすみの喉の上を、かすみの喉の上をさ、喉っつうか首、喉の上、首をさ渡っていったのよ。本当に死ぬかと思った、苦しくて喉の、飼い主の喉の上渡る人います？人っていうか猫が。びっくりして起きちゃったお腹痛くて寝てたらさ、喉踏みつぶされたあ、ごめんごめん。しかもただ通過しただけだからね、窓に行くのにガスミをさ踏みつぶして行ったわけよ。びっくりだよ坊ちゃん、
全然お腹とかさ足元通ってくれればいいのにさ、かすみの喉を踏みつぶしていきました。初めてだからびっくりしちゃった。まあ夜ね寝てる時にさ猫たちが遊んでてかすみのお腹にドーンとかはあるんだけど、それは別によくて、喉はさすがにねびっくり。プリズンブレイク面白い。プリズンブレイクね面白いっていいよね。けど全然見てないよ。でもみんなに勧められる。はすみネットフリックスが大好きで、ネットフリ付けなんだけど、オリジナル作品とか大好きで、この間ちょうどね見終わったのがジニー&ジョージアっていう、新しいかな、最近出たのかな、ネットフリックスのオリジナル作品見たんですけど、めちゃめちゃおもろくて面白いんだけど、深いっていうか、なんだろう、なんか人間の闇深さとかっていうかのかな、あって、なんかダークなところ、あとは高校のさ青春の感じとか出てきてさ、めちゃめちゃ面白かった。でもシーズン1しかなくて、早く続編が見たいけど、かすみなんか映画もドラマもそうなんだけど、めちゃめちゃ感情を移入しちゃうのよ。だからダークなやつ見るとダークな気分になっちゃうし、だからそれこそなんだろう、影響受けやすいからあんまり良くないと思うのよ。なんだっけあの怖いやつ、なんだっけ、あのピエロみたいなやつ何でしたっけ、全然名前が出てこない、なんだっけ男の人なら好きでしょっていう、あれよあれ、いっぱいいろんなシリーズが出てるやつ、イットじゃなくてなんだっけ、闇深いやつ、ダークなやつよ。あの赤いスーツ、ピエロの顔に赤いスーツ、ジョーカーとか見るとさ、もうもろ影響受けてさ、ダークな気分になっちゃうわけよ。っていうぐらい本当に感情移入しちゃうからいいのか悪いのか分かんないけど、だからあんまりね、なんだろう、闇深いやつとかホラーとか殺人系とかは見ないんだけど、本当ハッピーな、なんか女性、強い女性みたいなやつを見た方がいいんだなって自分では思ってる。影響受けやすいから。ワンダーウーマン、アナベルってさ怖いやつだよね。バットマンも好き、プラダを着た悪魔も好き、マインタンも好き、そこら辺は好きだね。そういう女性が活躍する系は結構見てるかもしれない。あ、チャーリーズエンジェルね、ネットフリックスで開いて5分ぐらいで止まってる。プラダを着た悪魔見てるよ、何回も、5回ぐらい見てるかもしれない。今公開中のブラックウィドウ、
マスミはワイスピを見に映画館に行かないと。ストレンジャーシングス、ブラックスワン、ブラックスワン見た気がするな。パンフレットは買う派ですか？パンフレットは買わないかなっていうかね、そもそも映画館に行かないんだよね。ネットフリックスで見ちゃうから。そう、まず長時間を一本ちゃんと見るってことができないから、ネットフリックスでちょい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 しか見てないかな。その見方が一番好きなんだよね。ちょっとずつちょっとずつ自分のタイミングで見るっていうね。そろそろこの辺でおやすみ。おやすみなさい。この時間にかすみ寝たのいつぶりだろ。いつぶりって寝てないけど、いつこの時間に寝るってほぼないかもしれない。寝落ちぐらい。スピンシティ、みなと波風さん、こんばんは。こんばんは。ネットフリ以外に他入ってないの？アマゾンプライムも入ってるけど開かないかな、ほぼほぼ。なんかカーダシアン家のお騒がせ、ん？お騒がせライフが大好きで、それのを見るためにいろんなやつ入ったけど、今はネットフリックスしか使ってない。そう、カーダシアン家大好きなの。映画館で見れない人なのね。そう、映画館で見るのはあんまり得意じゃないけど、本当に好きなやつは映画館で見たい。ハリーポッターとかワイスピとかは映画館で見たいなって思う。今日は夢見ないようにね。ね、本当だよね。でもお昼寝したからさ、大丈夫なはずなんだけど、なぜか眠い。寝すぎて眠いんだよね、多分。幸せな夢？夢じゃない。幸せな話だよね。寝すぎて眠いだなって。ゴシップガール、ゴシップガール大好き。もう何回も見てる。10回は嘘だけど、7回ぐらいゴシップガール見てます。なんか面白そうのがなかったらゴシップガール見る。明日の夕方ぐらいから台風8号の影響があるみたい。台風ですか、やだ。あ、だから雨が降り始めるのね。やだ、あくびばっかり出てきちゃう。ワイスピってジェイソン・ステイサム出てきますか？ジェイソン・ステイサムって誰だろう？役名しかわからないから実名わかんない。ジェイソン・ステイサム。そう言われてちょっと気になるよね。調べたいけどこれさ、一回離れると落ちちゃうんだよね。落ちるっていうか止まっちゃう？止まっちゃうから、後で見てみよう。ジェイソン。でも聞いたことある名前。スピンシティめっちゃ面白いの。へえ。そう言われると見てみたくなる。スピンシティ。やばい。今10秒に1回ぐらいあくび出るかもしれない。かすみのさ、ショールーム基本さ、眠いよね、いつも。どん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 みんなで一緒に眠くなっていっちゃう。寝落ちショールームだから。
どんちゃ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 んまだ50分ぐらいしか経ってないのね。こんな眠くなっちゃうなんてヤバタンだね。まだ風邪ひたふいて。ぜひ皆様まだフォローしてない方はフォローよろしくお願いいたします。何だっけ、君はだんだん眠くなる。催眠術って本当にかかるんかね。やってもらってみたい。やってもらってみたいって変だね。やってもらいたい。やってもらいたいじゃないな。やってもらってみたいって日本語変だよね。なんて言うの、やってもらってみたい。日本語わかんなくなっちゃった。やられてみたいか。催眠術やられてみたい。日本語わかんなくなっちゃった。はわわさ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 わわ。ピーポンポンポン。なんか胃袋が無限。あれが食べた、月見パイ。マックのさ、月見パイが一番好き、マック界の中で。なんでさ年に1回しかないのって思う。人気なんだから定番商品にしてほしい。月見パイっていう名前が良くないよね。白玉あんこパイでいいから、誰か言ってマックに年中販売してって買うから。食べたい。みんな今何食べたい気分ですか？なんか食べたいんだけど、何が食べたいって今わかんないのよ。だからかすみがなんか、うわそれ食べたいっていうのはちょっと見つけたい。からみんな今自分が食べたいものを言って。かすみも、うわそれ食べたいってなりたいわ。クレープ大好きだけど、今はクレープの気分ではないっていうのは確かなのよ。今焼き菓子の気分ではない。ハーゲンダッツも違う。アイスじゃないな今は。茎わかめ違う。マグロ納豆やだ。なんだろう今何が食べたいんだろう。わかんない。よいしょよいしょ。本当に胃袋が無限。きゅうりさっき食べた。わし食べたくない。プリンも違うな。甘いものの気分ではないのかもしれない。でモスバーガー食べたい。モス野菜バーガー、カスちゃんが好きなイオンに売ってるやつ。イカね、甘酢イカ。
甘酸っぱの気分でもない。ぶどうの、ぶどうも違う、こんにゃく畑も違う、まんじゅうも違う、梨も違う、モス野菜バーガーかもしれないラーメンも違う。なんだろうな。そう、トウモロコシって思ったんだけど、トウモロコシね、お家にないんだよね。トウモロコシ食べきっちゃった。こないだパピーがさ、パピーがさ、送ってくれて、福島から野菜を。野菜室がパンパンだったから、とりあえず野菜食べなきゃと思って、急いで野菜食べた。トウモロコシは今はないです。オクラも全部食べちゃった。あら、残念。モスなのかな？ウーバーしたい。カオニャオマムアン、ハニャハニャニャ、アワマンジュ、アワマンジュ大好き。アワマンジュ好きすぎて実家から送ってもらったの。前アワマンジュ食べたいって言ったら、パピーがわざわざアワマンジュ遠くまで買いに行って冷凍で送ってくれた。まあ、やっぱ本場で食べるのが一番美味しいけど、本場？現場？なんていうの？その場で食べるのが一番美味しいけど、泡まんじゅうも美味しかった。泡まんじゅうも美味しかったじゃない、冷凍も美味しかった。電子レンジでチンしてね。やばい、お腹空いた。食べ物の話したらお腹空いちゃった。ちょっと今甘いものを食べたくないな。ちょっとみんな甘いものの名前出さないでわがまますぎ。ウーバー来るまで配信しますか。ウーバー頼みたくなってきちゃったけど、やめとく。この時間のファストフードほどなんかダメなものはないね。というか、なんか眠くてね、今何もできないかもしれない。このショールームの画面から移動することすらめんどくさい。このまま寝たいもん。寝たい。起き上がったら眠くなくなるかな。ところてん、ところてん食べられない、苦手。かしちゃん成長期なんじゃない？身長伸びたい。170ぐらい欲しい。167とか欲しかったな。はうわうわ、待って、痛い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 、それぞれ前へ進め、よいしょ。皆さんはもう明日から仕事だよね。4連休も終わったことだし。でもみんな夏休みもあるんだもんね。学生さんは夏休みだし、そうじゃない人は社会人さんも夏休みあるもんね。卵焼き、卵焼きってね、たまに無性に食べたくなるよね。あれ、なんか可愛いのが来た。可愛いのが来たね。可愛いね。もふもふちゃん来たの。おいで。おいでおいでおいで、ねえねえねえ、来て見て、シュリ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 
かわいいね、ぼうちゃん。たこ焼き食べたい。たこ焼きね、たこ焼き食べたいっていう感情になったことないかもしれない。もんじゃ焼きがいい、もんじゃ焼き。こんばんは。アボカドとサーモンオニオンの手巻き寿司、すんごい具体的じゃん。自分ピザ食べたくなったな。ピザはな、ピザは最近気分にならない。なんか昔というかさ、たまに年に2回ぐらい無性にピザが食べたくなる時期があるけど、今じゃないな。待って、背中が痒い、背中が痒い。カニ食われたのかな。あれ来たの。元気、かわいいね。猫ってほんとかわいいよね。かわいいね。あのさ、ベッドで横になってくるとさ、甘えん坊で横にちょこんってきて、こっちめっちゃ見てくんの。超かわいくない？撫でてっていう感じでずっとこっち見てきてさ、スリ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 ってしてくる。モフモフさん、かわいいね。あー、かわいい。あー、行っちゃった。こんばんは、アオさん。こんばんは、ウィルさん。こんばんは。ほわ、まだピザ部の副部長なの。今もう幽霊部員だよね。ピザへの愛がちょっと欠落しすぎて、ピザ部はちょっと名乗れないですよね。よいしょ、ちょっと食べ物を探す旅に出よう。カフェオレが飲みたい。カフェラテ、カフェオレ、ミルクたっぷり。ねえ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 、おいで、かわいこちゃん、おいで。かわいいね。土曜牛の日もうすぐ。ポポ、なんかさ、土曜牛の日ってさ、めちゃめちゃ頻度高くないですか？スーパーに行くたびに土曜牛の日ってやってない？よく仕組み分かってないけど。こんばんは、ピロシー M さん。こんばんは。かわいいね、ぼちゃん。よし、立ち上がった。マスミは立ち上がりました。ぽぅ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 ぽちゃん、ぽぅぽちゃん、かわいいね。猫っていいよね。おデブな方がかわいいってさ、すごくない？ぽっちゃりしてる方がかわいいって言われる世界だよ。幸せ。痩せっぽっちよりもさ、肉ついてムチムチのおデブちゃんの方が可愛いんだから、いい世界だね。ポポちゃん、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 かわいいね。ポちゃんかわいいね。移動するかすみ。かみすんは移動します。おいしょ、頑張って歩きました。お、スケボーだね今。キュウリを見つけた。そういえばキュウリがあった。フィジカルフィジカルフィジカル。
ムスター食。ハムスターってキュウリ食べるの？キュウリ食べないじゃん、めちゃん。みんななんかもらえると思って寄ってきたんだけど、ごめん。アメちゃん夜ご飯食べました。アメちゃん、夜ご飯食べたでしょ、あなたはね。うん、食べました。夜ご飯食べた。アメちゃん今ダイエット中でしょ。ね、あなたダイエット中だから、チュールはダメです。チュールはダメなの。ご飯食べたもんだって。ね、ご飯食べます。うん、ご飯食べた。アメちゃんは、アメちゃんご飯食べた。これちょっと残ってんじゃん。ほら、こっち食べて。はい、どうぞ。カスちゃんと同じ。一番食に執着しない子はルルですね。ルルはこんなにご飯に興味ない。興味ないとか波がめちゃめちゃ激しい。最近ちょっと催促するようになったけど、ママも食べたじゃんって言ってそう。間違いない。ママも食べてんじゃんって。キュウリ何もつけない。このキュウリはね、かすみが前作ったキムチにつけておいたものです。キムチキュウリ。うちに常備してあるヤクルトもどきを飲みます。やばい、お腹空いてる。何ちょうだいって言ってんの？私、私何ちょうだいって言ってんの？お腹空いてるのか。どうしようね。どうしようね。みちょん。みちょん。今腹。腹4分目ぐらいかもしれない。食べるものはね、いっぱいあるんだけど、これってものがないんですよね。うん、めちゃん、めちゃん、めちゃん。ということで、かすみは今あるものを手に取りました。あ、ごめんごめん。あめ、あめ、あめちゃん、あめちゃんかわいいね。はい、ホタテの貝紐を手に取りました。親父、お酒は飲まないけど貝紐を食べたいと思います。やったー。うん、おいしい。すごいの出てきた。本当だよね。また渋いものを
お酒のおつまみにはしないけど。おつまみってさ、カロリー低いじゃん。だからよく家にあります。ただ食べるように、完食用に、お腹空いたら食べます。せんべい食べたいかもしれない、今。辛いせんべい、うん、せんべいか、何かと思った。おいしいね。でも昔の人すごくない？海浜も食べようって思ったのがすごいよね。なんかさ、せんべい部みたいのもさ、なかったっけ？なんか若い子ってさ、すぐさグループ作りたがるよね。すぐグループ作りたがるし、すぐ相方とさ組みたがるよね。ハロースウィーティーだって。 Thank you ジャスティン。スウィーティーなんて言われちゃった。キャって感じだよ。せんべいにはお茶が一番。うん、せんべいの、実は晩ご飯の後、ケーキも桃も食べちゃってお腹いっぱい。いいな、桃食べたい。桃の季節か。かすちゃんも若いよ。いや、もというか、かすみは若いです。まだピチピチの20代、全然余裕で若い。自分で言うけど。あとなんだろう。最近みんな何かありましたか？特に何もないのかな。いつもこの質問するけど、特にみんな何もないよね。何かあったのかな。みんな寝落ちした？まだ起きてる？大丈夫、ちゃんと起きてる。かすちゃんが一番危ない。いや、かすちゃんね、回復した。海浜も食べたら起きてるよ。サマージャンボ宝くじ買って、金曜日のパワースポット。なに、聖神社、そんなのあんの？
関西弁っていいな。関西弁になれたかすみも。なんか日本列島のさ北半分のさ方言って基本みんな可愛いよね。中部四国関西とかってみんな可愛い。とか言いつつもう眠くなってきた。食べながら眠くなってきてやばくない？うとうとする赤ちゃんみたいだよね。アスミンが今飲みたいのはオルナミンシート予想。すごくない？なんでわかるの？オルナミンシート大好きなんだけど。今日買おうか悩んだ。なんか何時かな、昼寝して起きてオリンピック見て、7時ぐらいかな、ねねちゃんの散歩に行こうと思って、ついでに炭酸が飲みたかったから炭酸買いに行ったんだけど、自動販売機にね。あすみはドデカミンが大好きなのよ。デカビタだかドデカミンだかそういう系のちっちゃいカンカンのやつが好きで、これを買いに行ったんだけど、なんか自販機がおかしくて全然お金が入らなくて、違う自販機に行ったらデカビタがなくて諦めて、なんか違うの買おうと思ってなくて、めちゃめちゃ妥協で三ツ矢サイダーを買ったの。あ、オロナミン C か三ツ矢サイダーか悩んで、でもさ、おろしってちっちゃいから一瞬で飲み切っちゃうじゃん。すんごい炭酸が飲みたかったからちょっとそれ嫌だなと思って三ツ矢サイダー買ったの。でも三ツ矢サイダー飲んだらやっぱおろしにすればよかったって思っちゃった。おろしのさ、あの大きさってさ、大きさじゃない、あの小ささでずるいよね。本当にずるい、本当にずるい、本当に大きくしてほしい。でもあの瓶だからめちゃめちゃ美味しいのよね。デカビタとかもさ、カンカンとか瓶だから美味しいのであって、ペットボトルじゃ違うのよ。不思議じゃない？なんかこの話前もした気がするんだけど、瓶がカンカンに限るよね、炭酸って。ね、聞いて、ラスト1個の回避もになっちゃった。ジップロックのやつだからさ、結構前から開けてたやつなんだけど、ちょい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 食べてて、ついに食べきってしもうた。またかすみのお腹すいたあれが始まっちゃうの。全然お腹空いてんのよ今。やだー、胃が無限で怖い。え、今お腹鳴ったんですけど、お腹ゴロゴロ言ってる。どうした、どうした。ポンポコリンだよ、ポンポコリン。空腹モード、
なんか全然普通に食べてなくて、今からご飯食べますっていう勢いのぐらいお腹空いてる。ツイッター、インスタグラム、ボス伝わったかな、両方やってるよって言いたかった。ツイッターもインスタグラムもボス、ボス。ちょっとじゃあマイ ID をテロップに書いとくね。いつもさプロフィールにやろうと思って忘れちゃうの。泉のインスタグラムの ID を、はい、よろしく書いといたよ。インスタグラム ID、 Look at my テロップ。カスミーワード、発音が鬼。今の発音で思い出したんだけどさ、太郎さんこんばんは、こんばんは。思い出したんだけど、記事と LINE してるんだけど、ボイメ、ボイスメッセージ送るのにハマってて、ふざけてなんか英単語を送り、かすみが送ってたんだけど、それがマジ Google かって思うぐらい奇跡的に発音がめちゃめちゃネイティブみたいだったのよ。それが本当に面白くて、ちょっとみんなに聞かせてあげたいわ、その奇跡のボイスメッセージを。本当にネイティブすぎてみんなびっくりするから。マジで面白いから。あー、かわいい子ちゃん見つけた、かわいい子ちゃん見つけた、かわいい子ちゃん見つけた。聞いてみたい。とかちょっとどっかに載せたいな、本当にマジでめちゃめちゃ面白いから、かすみのネイティブチキン。びっくりするよ、みんな本当に絶対疑うと思う、 Google から引っ張ってきたんじゃないかっていうぐらい。かわいいね、うちゃん。いや、こうやっていつもいつも一人の時は犬と猫、かわいいねかわいいねってちょっかいかけて、なんで赤ちゃん言葉になっちゃうんだろうね、喋る時。たまらない、なんでそんなかわいいの。うわ、思いついた、また食べ物が視界に入ってしもうた。その食べ物が家にあるからさ、よくないよね。かすみは見つけてしまったのである、ゴロッドクラローナ。全然言えなかった、ゴロッドグラノーラナッツ、うん、食べたいと思った時は食べた方が幸せだよね。今どうせ食べても太んないし大丈夫、自分を信じて。そう、みんなさ、どうせ最後は死ぬんだから、食べたい時に食べないと後悔するよね。なんであの時クラノーラ食べなかったんだろうと思いながら、かすみは死にたくないから今クラノーラを食べます
ろそろ寝落ちかな。いいえ、今お腹が空いてピンピンしております。全然どんだけ食べてもお腹がお腹にたまらないのよ。食器を片付けてます。今はおう、ごめんね、うるさいね。だいたい言い訳しますよねそう、食べ物に関してはね、罪悪感持ったらおしまいだから。え、美味しそう。さっきなんなら甘いもの食べたくないとか言ってたのに。やばい、みんな自分たちのご飯と勘違いして寄ってきちゃった。音が一緒だよね、ご飯のザラザラとね。ごめんね、なんか食べようか。じゃあみんなで、ハスミだけ食べてんのずるいよね。ずるいよね、アメちゃんね。ね、ママばっかりダメだよね。じゃあアメちゃんにもちょっとおやつをあげたいと思います。そう、パポちゃん寄ってくる音、本当にそう、ご飯と一緒の音だった。遊びばっかり食べるのはずるいので、アメちゃんとレレちゃんが寄ってきたので、ちょっとおやつをおすわけ。レレちゃんには、あ、これがいいじゃん、歯磨きおやつならちょうどいいね。歯磨きおやつを差し上げましょう。みんなで食べれば怖くない。ちょっと待って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 、何とんじゃん。はいみんなでおやつを食べます。人間も動物も犬も猫も一緒ですね。よいしょ、椅子に座ろうか。こんばんは。お、エルモ、お久しぶり。ふちゃはいらないの？ふちゃはいらなくて。ごめんごめんごめん。だってかわいいんだもん。ふちゃんかわいいなもん。緊張したくなっちゃうじゃん。かわいい、あのふもふしてんのほんとかわいいの。なんなの。こんばんは、こんばんは。マイクさん、ケンソリセブンさん、あれマイクさんさっきさいなかったっけ。あれ違う。かわいい。もう今ふちゃんがツボ。このムチムチボディにふわふわの毛がたまらないのよ。シリアルとかグラノーラは割と牛乳に長時間つけてふにゃふにゃになってから食べるのがかすみは好きなんですけど、みんなはそんな時間つけないでさ、カリカリの方が好きって人もいるじゃん。それかかすみみたいにいっぱい長い時間つけておいてふやけてる方が好きっていう、どっちの方が好きですか。
夜食テロすぎね。結構メステロだよね、かすみの今日のショールーム。ひたすら食べてる。というかさ、かすみがこんなみんなの前でさ食べてるの初めてだと思うよ。絶対初めて。どちらかといえばカリカリ派。本当にふにゃふにゃの方が美味しくない？久しぶりのシリアル。グラノーラか。今日はなんか無限なの胃が。ごめんねみんな、ひたすら食べてます。音がやばい。ケロッグコーンフルスとはカリカリしか。みんなカリカリ派なの。音やばくない？え、いつも食べてる気が。まあ何かしらっていうかさ、でも最初だけじゃん。いつも夜ご飯食べてますって言うけど、こんななんか夜ご飯を超えてさ夜食食べてんの、やばいね。そんな日もあるよ人間。詰まった。かけてたら止まっちゃった。うん、ちゃん、うん、ちゃん、おいしい。ASMRだね、本当。こんばんは。お、あきさんお久しぶりです。こんばんは。はじめまして、サムちゃん。はじめまして、かすみです。なんか腹減ってきました。そうだよね、はずみのさ今日のショールーム聞いてる人さ、お腹空いちゃうよね。逆にみんなよく我慢できてるね、今の今まで。すごくない？なんか人の食べてるとこって耐えらんなくない？あのいい意味でね。 YouTube とかもそうだけどさ、 ASMR とかさ、人が食べてるとことか音とかってえげつないほどさ食べたくなるよね。なんかダイエット中とかは絶対 ASMR 見ないようにしてる。チーズハットクとか見たら結構無理だから。もう食べたいと思ったらさ我慢できないじゃん人間って。いや、できる人いると思うけど、かすみ無理なのよ。食べたいと思ったらもう一生頭から離れなくなっちゃうから。
久しぶりに声聞いたけどセクシーですな。どういうこと？声がセクシーってどういうことよ。お昼は食べたの？確かにお昼食べてないかもしれない。ん？なんか食べたっけ。あ、食べたわ。お蕎麦食べました。お蕎麦食べた。音だけ聞いたら木を切ってる音にも聞こえる。本当に？すごいじゃん。すごい自然派、自然派。自然派な音だね。確かになんか砂利道歩いてるみたいな音かもしれない。ちょっとみんなちょっと目をつむって、どっちかというとさ、砂利道じゃないこれ。食べてる張本人だからちょっと嫌だけどさ、砂利道なんて。でもめちゃめちゃなんか砂利道に思うてきちゃった。お昼を多めにしてみては。うん、今日はね、いつもこんな夜爆食しないんですけど、今日はホルモンバランスがめちゃめちゃ崩れてますね。でもたまにね、こんな日もあってもいいんじゃないかなって思っちゃう。なんか、あ、やっとお腹いっぱいかもしれない。完食。お腹いっぱいになった。やっと満腹になった。嬉しい。フードファイター。本当にフードファイターかもしれない。たまにあるんですよね。なんかヒジと一緒に夜までいて、なんかカセミとヒジ一緒にいるとめちゃめちゃ食べちゃうのよ、夜中。まあ、なんか男性はどうか分かんないけどさ、女性ってやっぱさ、そのホルモンバランスが崩れたりするとめちゃめちゃ爆食したくなる時があるじゃないですか。そのタイミングがヒジとさ合致しちゃうとさ、ほんとめちゃめちゃ深夜食べたりしちゃうんだよね。眠くなりそうな予感。え、ほんとその通り。もう眠いもん。食べたらね、秒速で眠くなっちゃうのよ。もう赤ちゃんと一緒。赤ちゃんも人間だもん。大人も人間だもん。もう眠くなっちゃった。おう。
ふわ、うん、やばいね、やだ、食べて寝て食べて寝てダメじゃないですか、こんなことやったらダメですね。リンリンさんありがとう、祭りだ祭りだ祭りだ、ありがとうございます。カシちゃんは赤ちゃんだったのね。ね、あ、なんかちょいちょいまだ大人になれてない。だんだん豚になる、豚になっちゃいそう、こんなくっちゃねくっちゃねしてたら満足して何よりです。やっとお腹いっぱいだよ。明日の朝は何食べようかな。また一人でインスタライブやらない？やらないね、でも絶対やらない。あずみさあ、マジでインスタライブ向いてないんだなって思ったもん。本当にこの間のかすみでさ、この間のかすみでさって変だね、この間のかすみのさインスタライブ見てくれた人わかると思うけどさ、あずみってそもそもさ喋り下手じゃないですか。マヤのインスタライブがそれがめちゃめちゃ顕著に現れていたよね。マジでファンの方とコラボして無言っていういつも肘に助けられてた、喋んなくなっちゃう。 Hi from Indonesia Thank you。 あ、うちゃんが猫じゃらしを持ってきました。どこ置いたの？うちは猫じゃらしで遊んでほしいときさ、加えてね、ガスメのところまで持ってくんだよ。天才だね、本当に。みんな、運動の時間だって。へい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 。大丈夫。ちょっと、ちょっと。え、あれ？爪に引っかかってんじゃない？褒めちゃう？やってほしいのに。カスちゃんらしくていい、いや気まずいのよ、なんか無言になっちゃって申し訳ないし。おお、すごいね。おお、すごい、そんなジャンプできんのあなた。お、すごいね、若いね、アメちゃんは。あのインスタライブカスちゃん視聴者だった。本当だよね、ファンの人が話すまで話さないっていう。前々回ぐらいの時は割と話したのに、この間の何だったんやろうね。ハスのでもテンションの問題もあるのかもしれないね。あ、どうしたどうした。それで割となんかテンションに影響されやすいじゃないですか。テンション高い時はペラ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 喋るけど、テンションがそんな高くない時はマジで喋らないから。ああ、すごいですね。はい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 。うちのにゃんこたちさ、 YouTube にもさ前にさあげたことがあるんだけど、遊び方が3人とも全然違くて、うーちゃんの猫じゃらしだってうーちゃんの猫じゃらしは本当に超高速、
ってもうかすみの腕がちぎれるっていうか疲れるぐらいマジで超早く地べたを本当本物のネズミのようにちょっと暗いところで超高速で猫じゃらしを踏んないとうーちゃんは楽しくないのよ。アメちゃんはめちゃめちゃジャンプするから、あー危ない危ない危ない、めちゃめちゃジャンプするから高速で動かしつつピョンって猫じゃらしをしてジャンプの要素を出してあげるのよ。でポッちゃんは鈍いからみんなと同じようなスピードじゃついてこれないのよ。だからポッちゃんの時で遊ぶ時はゆら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 ってやってほんとパンチパンチパンチぐらいの遊び方じゃないと遊べないのよ。だから一人ずつしか遊べないの猫たちみんなその遊び方じゃつまんないよみたいな感じになっちゃうから、まずうーちゃんを激しくドルルルって猫じゃらしを動かして、次にアメちゃんをドルルって動かしてピョンってジャンプさせて、でポッちゃんでゆらゆらゆらパンチパンチパンチっていうので遊んで、最後ねねちゃんのところでフィッフィッてねねちゃんの一本釣りをやりますっていう4人の遊び方があるから、みんなそれじゃ納得できないよみたいな感じなのよ。飼い主に似てね大変なんですよ。おーおーおお、すごい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 、うすごいすごい上手に捕まえるね、ほんと。あー、マイカ。のがいっちゃったよ。ごめんね、うーちゃん。うーちゃん、猫じゃらし持ってきて。うーちゃん、猫じゃらし持ってきて。てか、なんだかんだもう2時間経つのか。じゃあ2時間ぐらい。12時5分とかで終わりますね。今日はメイクしてないのでインスタライブはしないです。多分明日ひじとあのエマのインスタライブをするので、その時見に来てくれれば嬉しいなと思うのでよろしくお願いいたします。いたします。だってやだ、話して話して話しなさい。見ないとね、アメちゃんね。わ、怖い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 。時間あっという間ですね。ね、本当だね。今日早かったね。めちゃめちゃ早かった。おいしょ、おいしょ、おいしょ。めちゃめちゃ。今日はね、フォロワーが増えてないですね。ぜひフォローしてない方いましたら。ショールームのフォロワーがなかなか伸びないのでぜひフォローしてやってください。スミンズルーム、決して面白いショールームとは言えないです。正直自分でも面白いショールームをしてるとは言えないけどみんなとゆっくりまったり座談会的なノリで一日のあったこととか話してます。いつもそんな感じだよね、かすみのショールームって。一日の出来事や、だいたいかすみ夜ご飯食べてます。日中とかのショールームはほぼなく、夜遅く何か食べながら眠くなりながら寝落ちしそうになりながら、たまに寝ちゃって寝言言いながらとか配信してますっていうぐらい、本当にゆるーく気ままにやっているショールームでございます。かすみの性格が現れたショールーム、特に企画も何もございません昔からだけどね、
企画をしないことなんて。だってうーちゃんが可愛いから。うーちゃん可愛いね。やばい、でもいや、でもみんながそれでもいいよって言ってくれるから。何や、メガネ、メガネがどっか吹っ飛んでいった。みんなに甘えて、このままゆるくやっていこうと思います。うん、かわいいベイビー。 YouTube の更新も持ってます。間違いない、間違いないと言い続けて早1年ぐらい経ってる。おー、泣きたい。そのままでいいのよ。だって本当にみんな優しくて涙ポロポロ。みんな優しくて嬉しいよ。アスミスパルタなんかされても多分心折れちゃうから、優しく育ててください。あ、気持ちいい。それ誰か、誰誰マッサージしてくれてんの。たまにお顔見せてもらえたらさらに嬉しいです。そうだね、化粧してる。いやでもちゃんと化粧してる日はあれ、ちゃんと顔出し配信するので、ちょっとすっぴんの時は本当に勘弁してほしい。すっぴん NG なんで。すごい、頑張れ。だって頑張れスタンプ、それはオリンピック仕様なのかな、違う？涙ポロポロかしちゃ、涙ポロポロよ、汗汗。頑張れ日本、すごいぞ日本、頭のいい国日本。かすみ、配信でさ、2時間とかの配信でさ、合計さ何回あくびしてるんだろうね。こんなあくびする人いないと思うよ。ちょっとよいしょ。こんばんは。だってあと5分ぐらいで終わっちゃうけど、こんばんは。誰このお腹ムニュムニュ星人は。おデブがいるぞ、うちにおデブがいるぞ。アメちゃん、アメちゃんそんな太っちゃってどうしたの。ママのせいかしら。今度あくびの回数数えなきゃ。なんかさ、学生の頃とかさ、癖のあるさ先生のさ回数とか数える子いなかった。先生の根の数とかさ、先生の癖を数える人いるじゃん。それだよね。あすみの誰かマニアックな人、あすみのあくびの回数数えてみてください。いたよねそういう先生。なんとかだからね、ね、はい。んでね、はいはい、今日はね、はいねってそういう先生絶対いるよね、学校に一人で。クラスの男子とかがさ根の数をさ授業中数えるっていうさ、マジで暇なことをしてる。勉強せいっていうね。今日はね、はいね、はいね、二次関数のね、はいね、ね、ね
人のさ喋り方の癖っておもろいよね。私もなんか癖あるよね。なんかよく言う口癖とかあるんだろうけど自分じゃわかんない。かすみのさ知り合いの人はさ良くも悪くもが癖なのよ。すごくない？会話の中で良くも悪くもめちゃめちゃ言うの。いや全然嫌いとかじゃない、むしろ好き。めちゃめちゃおもろいんだもんだって。本人は気づいてるのか気づいてないのか分かんないけど良くも悪くもめちゃめちゃ言う。まあ良くも悪くもね、うんって感じなの。まあ良くも悪くも、まあそれがなんか会話に適してない時もあるのよ。それがまた面白い。ねえうーちゃん、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 かわいい。あ、ダメダメ、そこで爪とがないで。誰？坊じゃん。そこで爪とぐな。自分のことかすみっていう。え、でもそれって口癖なの？かすみ、猫に対しての口癖ならわかる。かすみすぐ食べようとしちゃうの。パクってしていいって言うのが口癖。ひじに前言われた。すぐ食べようとするじゃんって。確かに、なんか可愛いとパクってしたくなっちゃうんだよね。モフモフしててさ、もちもちしてて可愛いからパクって、頭とかパクってしたくなっちゃう。可愛いんだもん。ねえうちゃん、パクってしてそう、こういう風にするしない関係なく言っちゃう。パクってしていいって、パクってしちゃおっかなって。常に空腹なのね。食べようとしてないから食べようとしてないから。ねえうーちゃん、かわいいね。かわいい。エカさん、いたー。いなかった、アメちゃん。はじめまして。あとね2分ぐらいで終わっちゃうけど、ありがとう見に来てくれて。赤ちゃんにもしそうすると思う。だって赤ちゃんってちぎりパンみたいじゃん。赤ちゃんこそねパクパクしたくなるよね。お尻も腕も ほっぺたとかパクパクしたくなっちゃう。可愛いよね赤ちゃんってね。みんなあんな頃があったんでしょ。みんなあんなさ白くてまん丸で可愛くて、あんな可愛い頃があったと思うと不思議だよね。みんな大人になってしまうんだもん。ちぎりパンってそんな面白かった？ちぎりパンって言わない？すごい、みんなちぎりパン笑うじゃん。赤ちゃんってちぎりパンみたいじゃん。そうそう、腕とかちぎりパン。赤ちゃんとかちっちゃい子のほっぺたすぐ触っちゃうね。かわいいよね。ほっぺたに吸い付きたくなっちゃう。ちぎりパンって声出ちゃったよ。本当にちぎりパンってよく言わない？そんな、なんかみんなが笑ってくれて嬉しいです。ちぎりパンじゃ赤ちゃんってあの腕とか足とかなんかモコモコして。初めて聞いた？本当に？嘘だよ嘘だよ、本当に初めて。嘘、かすみの周りよく言うはずなんだけど、かすみだけ言ってる人。方言おかしいでしょ福島の方言。赤ちゃんはずっと見てられるね。本当にパクパクしたくなっちゃう。今日一笑った。本当にちぎりパンって、びっくりなんだけど、ちょっとみんな周りに聞いてみてよ。本当にでもみんなが笑ってくれて嬉しいです
ちぎりパン。私の周りの人ちぎりパンって言わないよ。マジ？嘘。ちぎりパンだよ。みんな使っていいよちぎりパンって赤ちゃんに。あ、てな感じでお時間になりましたので本日もありがとうございました。最後に男女を発表していきたいと思います。ここやね、13位から13位、リーシアさん、12位、白米ちゃん、11位、ミヨッチ、10位、ちょっと英語難しいんだけど、レイルさん、他は間違ったらごめんね。10位レイルさん、9位モーモー、8位インテリヤクザ、7位クレナイさん、6位カゲロウ、5位マックス鹿児島、4位グマニア、3位よもやよもやださん、2位キョックさん、1位エムチ。てな感じで本日もありがとうございました。あ、よもやよもやださん、最後にスタンプありがとう。まったり配信お疲れ様でした。ありがとうございます。久しぶりだったけど楽しかったです。お腹いっぱいになったのでちょっと時間経ってからお風呂入って、お風呂入って重くなっちゃった、お風呂入って歯磨きして頭乾かしてストレッチして寝たいと思います。明日も頑張りましょう。頑張りましょうだって最後の最後でなんか拍子抜けなんだけど頑張りましょう。あくび姫、早く寝るんだよ、おやすみ。あ、もう優しい、みんな頑張りましょう。てな感じで最後までお付き合いいただきありがとうございました。ございましただって日本語がおかしくなってきてるね。てな感じで明日もみんな頑張りましょう。おやすみなさい。明日はインスタライブやるかもしれないので見に来てください。みんな大好きだよ。 Love you。 おやすみなさい。